ちらはプログレッサーの F19 というモデルになります。こちらのモデル、トップが入ってまして、なおかつ、ダブルラディウスというモデルになっています。トップの、ラディウスがきつくて、テールのラディウスが、緩くなっています。前半の捉えが良くて、後半の抜けはスムーズに抜けていくという感じになっています。でまたこれはメタルが入っているモデルになりまして、しっかり安定して滑ることができるモデルになっています。